アムステルダム南駅は、オランダのアムステルダム市街地南部の南アムステル地区にあるオランダ鉄道の駅。また隣接するアムステルダム市営交通会社の南駅を含めた駅のこと。スキポール、ライデン行きベースプ、レリスタット、アペルドールン、ユトレヒト、アイントホーフェン方面 NS は、島式2面4線のホームを持つ、高架駅 GVB は、 島式2面3線のホームを持つ高架駅。切符売り場や売店などがあるメインコンコースは高架下の地上部にあり一体となっている。なお、オランダの他の駅と同じく改札口は存在しない。アムステルダムに隣接するアムステルフェーンにとっては最寄りのオランダ鉄道の駅である。1978年に開業。2006年にアムステルダム南。 WTG 駅より名称変更した。また、この年には NS が従前一面2線だった、駅構造を二面四線に拡張した。2008年5月1日には、トラムの駅が従前のメトロ駅に挟まれた、停留所から w t c ビルの北側の道路へ移転した。ベースプ方面ロッテルダム方面。ありがとうございます。